こんばんは。テラスハウスアロハステート第8話が配信されました。前回のテラスハウスでは大輝とセイナがテラスハウスに来てみんなをびっくりさせましたね。そしてユースケが人生で初めてローレンをデートに誘いました。ですがその後ローレンが女子部屋で実はユースケのことを恋愛対象として全く見てないことをカミングアウトしました。とりあえずデートを断せずに、まずはデートしてみると言ってましたが、それが今回の放送でどうなるかとても楽しみですね。はい、それではテラスハウスアロハステート第8話、最後までゆっくりとお楽しみください。始まりました。今タレントさんの、前回のおさらいみたいな コーナーですね。エビアンが渋沢がナオミに対してちょっと優しすぎるんじゃないかっていうことで忠告したんですね。ローレンちゃんのファッションショーですね。すごいスタイル良かったですね。大輝くんとセイナさんが来たんですね。私セイナさんのことが大好きなのですごく久しぶりに見れてよかったですね。セイナさんとハグしてえな。それで、セイナさんの後押しがあって、ユースケくんが、ローレンを、映画に誘ったんですね。そうですね、恋愛感情はないっていうことだったんですね。
山ちゃん無視されてる。あ、今タレントさんの、前回のおさらいが終わりまして、本編に入りました。まあ、エリックとナオミとローレンで話していて、ユースケのことを、まあ、デート断ったのに、みんながユースケにこうデートに行け行けっていう誘って応援してたのに、なんで私の気持ち知ってんのにそういうことするんだって、こうそういうこと言ってますね。それがちょっと嫌だったみたいです。ああ、ゆうすけくんは緊張してローレンちゃんに、デート誘えなかったみたいですね。それを男子メンバーが一生懸命応援して、まあ、ローレンに、デートを誘うように仕向けたみたいです。気持ちがないのにそういうことするのはちょっと良くないんじゃないかっていうのを、ローレンは言ってます。みんなはユースケを応援しているのに、私がそれを断ったら自分が悪者みたいになる、そういうのが嫌だったみたいです。まあ確かにそういうこともあるかもしれませんね。あ、今ユースケくんがその美容室に来て、あのデートがあるのでちゃんと髪をカットしてほしいってことで、結構おしゃれな美容室に来たみたいです。初めてのデートはまずは手をつなぐことを目標にやろうぜみたいな感じで、美容室の店長が焚きつけてますね。あ、結構こうかっこよくなってますよ。眉毛もカットしてもらって凛々しくなってますね。ゆうすけくんはもう少し、あと5キロぐらい痩せて、あと5年ぐらいしたらすごくかっこいい男になると思います。18はまだ子供ですからね。女の子の18歳と男の18歳は全然違いますからね。あ、今オープニングの曲が流れてます。
オープニングが終わりました。今、直美ちゃんとゆうすけくんが、水遊びしてますね。あのテラスハウスの、プールで水遊びしてます。すごく楽しそうですね。直美ちゃんが楽しそうです。カップルみたいですね。あ、ちょっとなんか雲行きが怪しいですね。まあ、エリックと、渋沢が今2人で喋ってるんですけど、ちょっとエビアンに怒られたみたいですね。ナオミちゃんと、渋沢がプールで遊んでて、それをまあ見てエビアンはちょっと嫉妬したかなんかして、ちょっとガキだねあなたみたいな感じで、渋沢に言ったみたいです。これエビアンも渋沢のこと好きなのかな。今女子3人でそのプール事件のことを話してます。渋沢からのアクションが、あまりないから、ちょっと、彼の気持ちがよくわからないというふうに言ってますね。直美ちゃんは、渋沢と恋愛感情なく普通に遊んでるみたいですね。それに対してちょっとエビアンはそのテンションについていけないっていうふうに言ってます。結構直美ちゃんとエビアンがギスギスしてる、そんな感じがしますね。もしかしたらエビアンちゃんも渋沢のことをかなり好きな気持ちに傾いてるのかもしれませんね。それで渋沢と直美ちゃんがちょっと仲が良すぎるところを見て嫉妬してるみたいです。あ、場面が変わりました。あ、今渋沢くんがエビアンをちょっと話そうぜって感じで今連れ出しましたね。どんな話になるのか楽しみですね。
あ、今渋沢がエビアンに結構告白みたいなことを言いました。エビアンのことを気になってるから、デートに誘ったし、これからもデートに誘う気だからってはっきり言ってます。あ、エビアンはやっぱりあのナオミちゃんとよく一緒にいるから、ちょっと気持ちがよくわからないと言ってます。まあそうかもしれませんね。渋沢が結構熱烈にアタックしてるんですが、エビアンは、分からないの一点張りですね。よく分かんないと言ってます。自分よりも、直美ちゃんと一緒にいる時の方がその渋沢らしさが出ていて、いいんじゃないかと。自分と一緒にいる方いたらな気が合わないんじゃないか、そういうふうに言ってますね。渋沢は、直美ちゃんはあくまで友達、そういう中で遊んでるみたいです。でエビアンは、恋愛対象として見てるというふうに、渋沢ははっきりと言っています。これはもう告白ですね。告白したも同然ですよね。あ、今場面が切り替わりまして、タレントさんのコーナーになりました。
タレントさんのコーナーが終わって、本編に戻りました。今、ゆうすけが、男子部屋に帰ってきましたね。明日デートなので髪を切って、洋服を新調したみたいです。いろいろ試着して、まあ、デートに合いそうな服を、まあ、セレクトして買ったみたいですね。あ、ブーツも買ったみたいですね。映画に行って、ご飯に誘うみたいですね。まあ、ドーレンちゃんはビーガンといって完全に、ベジタリアンの方なので、そういう食事ができるところを、まあ、あらかじめ、準備していくみたいですね。場面が変わって朝になりました。映画館ですね。映画館の前で待ち合わせしてるみたいです。ゆうすけくんはジーパンにピンクのシャツ、そういういでたちです。お、ローレンちゃん来ましたね。ローレンちゃんは、ジーンズにデニムのシャツ、そういう感じです。ハリーポッターシリーズみたいですね。ハリーポッターと同じ監督が作ってるみたいです。あ、今映画終わったみたいです。あ、今これから映画始まるみたいですね。映画館の中にビデオが入ってるんですね。大丈夫なんですかね。よく許可が出ましたね。あ、終わったみたいです。ゆうすけがローレンにもっとじっくり話したいって言ってます。あ、ご飯に誘いました。あ、今日はあのおばあちゃんと、食事するから、あのゆうすけとご飯に行けないというふうに断ってます。
おばあちゃんに負けちゃいましたね。寂しいっすね。あ、今レストランに着きました。ゆうすけ一人でレストランに着きました。あ、ゆうすけくん、あの予約をあらかじめしてたみたいです。で、今どれの予約を取り消して一人で食事みたいです。寂しいですね。ナマズのプレートが今日の夜ご飯みたいです。ライスと、ナマズのフライ、あと軽く、シーザーサラダみたいのがついています。ハワイっていうのはなんかフライとか揚げ物とかそういうのが多いのかもしれませんね。こういう食事してるからああいう小太りになっちゃうんですよ。はあ、そうだよね。今場面が変わりまして、タレントさんのおしゃべりコーナーに入りました。ちょっとお腹減ったのでセブンイレブンのチーズキャンディーを食べたいと思います。あ、キャンディーチーズですね。おつまみのチーズです。
あ、場面が変わりましたね。女子部屋で、ロレンの帰りを待ってたみたいです。デートどうだったって言われてましたね。ハリーポッターと同じ世界の新しいストーリーの映画みたいです。その後一緒にご飯食べに行かないって言われたけど、金曜日だから、おばあちゃんとご飯食べるっつって、それで終わったみたいです。友達としてはいいけど、それ以上には見れない、そういうみたいですね。それが結果みたいです。あ、今場面が変わって女子部屋から男子部屋になりました。で、あんまり喋れなかったって言ってます。チケットで並んでる時とかも一生懸命話しかけようとしたんですけど、あんまり答えてくれなかったみたいです。ご飯を誘ったんですけど、ローレンがおばあちゃんとご飯食べるっていうことで断られちゃったってみんな言ってます。ご飯誘ったけどおばあちゃんだったから無理って言っては無理って言われたみたいですね。結構へこんだって言ってます。結構気を使って一緒に行ってくれたみたいな感じがしたみたいですね。で、自分でもちょっと違うなっていうような感じを受けたみたいです。今日一日、デートしてみて思ったのは、ローレンちゃんとはちょっと違うのかなと、ちょっと、合わないのかなっていうことを、感じたみたいです。あ、今、ゆうすけくんがこの恋は、諦めようと思う、そういうふうに言ってます。今はとりあえず恋愛は置いておいて、自分のやるべきことをやろうというふうに宣言します。あ、今場面が変わって、エビアンとナオミちゃんが、レストランに行ってみたいです。で、みんなが勘違いしてみたいだけど、渋沢と、私の関係を今説明してるみたいです。最初は好きだったけど今はちょっと違うって言ってます。
あ、6年間付き合った元彼と、渋沢の名前が全く同じ名前で、それでなんか、言ってる自分に酔ってたみたいです。なので今はその錯覚から解き放たれて純粋な友達としてしか見てないので、安心してねっていうふうに言ってます。謝ってますね、ごめんねって。本題、え、なんか始まるのかな。え、マジで。直美ちゃんが、テラスハウスを、卒業しますって今言いました。あ、終わりました、終わりました。はい、テラスハウス第8話が終わりました。やっぱり、ゆうすけくんと、ローレンちゃんが、デートに行ったのですが、まあ振られるという形で終わりました。まあ、振られるというよりも、まあ、ローレンちゃんが、まあ、距離を置く形でユースケと接していて、それをユースケ君が、まあ、察して、まあ、脈ないなということで諦めた感じですね。あと今最後の最後で、直美ちゃんがテラスハウスを、卒業しますと、宣言しました。まあ、来週ですね、直美ちゃんが、どうして卒業するのか、多分発表されることになると思うので、楽しみに待ちたいと思います。それでは、最後まで、見ていただいて本当にありがとうございました。また、来週会いましょう。多分年明けですね。その時また、来年会いましょう。それでは失礼します。